はい、こんにちは、ライムです。今回は星音魔石ですね、セイレーンに挑んでいきたいと思います。セイレーンはね、結構厄介、まあどの魔石ダンジョンもそれぞれ厄介な面あるんだけど、セイレーンに関してはね、リジェネとかカウンターのケアルガとかあるんで、火力がないとね、永遠に終わらないっていう状態に陥っちゃうので、ある程度の火力を確保しつつで行かないとダメなんですけど、今サイファーチェインとか新しい闇チェインとかで結構ね、今ちょうど8イベントやってて、でサイファーのね、新超絶とか、ガチャマテとかでね、サイファーマジで強いなみたいな話もありますけど、あえてねっていうか、僕持ってないんですけど、そもそもサイファーチェイン持ってないんですけど、持ってないので、シーモアチェインで物理パだけど、オルランドゥとね、シャドウを使いつつも、シーモアチェインに代用できないかと。で、ところで、物理だけど魔法のシーモアチェインを入れてやってみようっていう動画です。これでもね、最速でこれ、意外18秒出たんですよ。これ普通に18秒出るんで、正直全然サイファーチェーンなくてもね、いけるわっていう、20秒切りできちゃうんだから、全然あんまり関係なかったね。このまだ星4マス程度の難易度だとあんま関係なかったかもしれない。これから出る、リニューアルナイトメアだったりとか、それから、星5マス席でどうなるかわかんないですけど、星5マス席だったらさすがに通用しないかな。物魔混合っていう感じは、まあ、わかんないけど、とりあえずこの編成でやったら、18秒出たので、とりあえずやっていきたいと思いますかね。はい。で、編成としましては、シーモアがね、これハンダイブしてあるんですね。はい、ハンダイブ、まあシーモアはそこまで、正直そこまで火力やっぱりもちろん出ないので、まあハンダイブも正直いらないとは思いますけど、シムはね、追撃のマテリア、レジェンドマテリアがガチャなので、まあハンダイブでいいかなと思って。で、シャドウがフルダイブしてあって、開幕まといのガチャマテも持ってて、で、オルランドゥも、追撃のガチャマテまで持ってる感じですかね。はい。で、使うやつは、オルランドゥの超絶と、で、シャドウの超絶、それからシムアがチェイン。これ超絶も一応持ってるんですけど、理想はね、これ超絶使う前に終わる感じかな。これ超絶使う時には結構微妙な HP になってるんで、超絶打ってるよりダークゾーン打っちゃった方が早いのかなっていう印象があるので、超絶は多分ね、使わないと思うんだよね。いらないと思う、チェインさえあれば。はい。で、玉ねぎがデスペルとウルキュアで、必殺技が超絶ですね。ってところかな。で、ウララも、超絶だけですかね、基本。溜まったらもうその都度使っちゃうみたいな感じで。はい。って感じで、これあとプロテガツ持ってないんで、まあクラコン来てたら大体抱きしめるぐらいなんで、はい。というような感じでやってきます。で、魔石が結構適当です。黒竜の、弱体化と、で、あと光軽減だったりとか、はい。そんな感じです。ちょっと銀竜とかね。で、ハーデスはレベル80止めしてますね。アベンジパワーとか、あとヒールダウンか。ヒールダウンが結構きついので、これレベル80止めしてありますけど。はい、そんな感じです。やっていきましょう。で、これはファブラガーディアンね。対策タイムはこれなので、まあ、更新できたらいいなという気持ちでいきます。はい、ということでやっていきましょう。オルランドゥで即時壁。ここでね、水泳出てくれると本当にね、一旦分、まあ、複
少なくて済むのかな、行動回数が。で、俺ら、おお、いいね、弱体化ついた。これ一応ね、行動回数というかアビリティの回数的にもね、最初オルランドに関して暗黒の烙印をぶち込んでいきます。まあ本当に、ね、暗黒の烙印の弱体化率ね結構低いんですけど、まあ本当についてくれたらラッキーっていう感じですかね。お、いい感じだ。一応これ沈黙に関しては、ウララとかにかかっても玉ねぎがウルトラキュア積んでるんで一応穴押すことができます。まあ玉ねぎ自身に沈黙食らっちゃうと結構辛いところではあるんですけど、今あれだったね、シャドウ見かけするところだったな。影分身がなくなってる。で、このうらら超絶に待機時間短縮ついてるんですよね。これが結構やっぱりありがたい。オールランド超絶打てるかな。打てた、よかったよかった。でシャドウの超絶もね、即時なので結構ありがたいよね。でこれ使った後だと闇属性アビリティの、行動時間も短縮されるので結構やっぱ強いね、シャドウ超絶も。そう、ここからカウンターケアルガのね始まるんですけど、これが本当に厄介なやつで、いや、あーこれ17秒台は無理だな。17秒台はさすがにもう無理っぽい気がするな。怒涛の追撃の追い上げがないとちょっと無理そうな気がする。まあ、20秒切りなら今いけるかな。こっから本当にカウンターケアル、おお、来た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 。カウンターケアルがマジでエグいんだよな、こっから。あとリジェネとカウンターケアルが両方あるってやばいよね。リジェネもね、やばい、やばいっていうのはこのシーモアが使えなくなっちゃった。何もてか玉ねぎも食らってんのか。どうだどうだどうだ、これで終わりか。終わってくれ終わってくれ。うわ、ギリ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 残ってる、ギリギリ残ってる。というような感じですかね。まあちょっとここら辺が運ゲーかな。沈黙があるんで、今19秒って言っちゃった、19秒95ですけど、
ってところだな。沈黙だけ課題かな、これは。はい、まあ多少のやっぱり誤差は出てくると。ですが、シムアチェインでも、あのサイファーチェインとか、あとガーランドチェインなくても、20秒切り自体は全然可能と。今回19秒ギリギリでしたけど、20秒切り超ギリギリでしたけど、最速のタイムはね、最初に見てもらった通り、18秒とか出るので、うん。もっとまあ、追撃の運とか良ければ、多分17秒台は出るんじゃないかなとは思うんですけど、今みたいにね、あと最後にあれか、シーモアが、沈黙にかかったっていうところがあるんで、あそこでダークゾーン打ててれば、最後ミリ残りしてましたけど、多分、倒せてたってことですね。はい。ってところですかね。はい。だからまだ改善の余地は全然あるのかな、これ。はい。というようなところで、セイレンド、物理パにシーモア入れてやってみたでした。それではご視聴ありがとうございました。